紳士淑女の教育を掲げ、その校風から裕福な家庭の子女を多数要するエリート養成学園こと聖ユリアンナ学園。そこでは今、学園の創立20周年を祝う学園祭が催されている。演劇、演奏、イベント、屋台、学園生主導により行われている学園祭は、その日頃の厳かな佇まいとは打って変わって年相応の若々しい喧騒に満ちています。イベントか。どんなイベントなんだろうね。お化け屋敷みたいなものかな。そう、カスにはカスがお似合い。私はあなたとは違う。なぜなら天才だから。ありがとう、嬉しいよ。ごめんね、それでも私は君を弟以上に見ることはできないんだ。そんな中手に入れたとある催しの招待券。最初はただのゲームだった。だけどそれはある時を境に私たちに牙を剥いた。ミンク20周年記念作品、13人の麗しき獣。2014年3月28日発売。示すのは悪魔の証明。